ぞみとゆいのタイニーウィッシュ。みなさんこんにちは、上坂ゆいです。こんにちは、星川のぞみです。この番組は A&D アカデミー35期を卒業したばかりのまだまだちっぽけな私たちが様々な企画を通じて一人前の声優ラジオパーソナリティになるという大きな夢を叶えるために仲良く楽しく成長していこうというラジオ番組です。はーい、ゆいちゃんいやもう私すごいずっと喋りたかったことがありまして、うん、ちょっと前回の放送でも出てきたスイカゲームなんですけど、やってみました。やってみました。今流行りの、私もちょっと時代の波に乗ろうとやったんですけど、あのゆいちゃん何点ぐらいまでいくんだっけ。2970。なんかね、3000点を目指してやってるんだよね、うん、やったんですよ。あのね、1500点だった結構ね20回ぐらいやったんですけど、1500点ぐらいまでしかいかなくて、頑張ってもあのメロンで終わっちゃってすっごい悔しくなっちゃったの。だから私もう YouTube でひたすら1日いろんな人のやつ見て研究して、ここに置くとダメなんだって研究したんですけど、1500点だったちょっとアドバイスくださいどうしたらいいんだろう。私もまだまだ未熟な身なのでいや、なんかさ、なんていうの、置くじゃん、置いたらさ跳ねてどっか行っちゃって、そっちじゃないのにって思って、勝手にねスマホの前で一人で切れてあって、いやだからあれほんと3000点行く人ってわかんない。私がねちょっと才能ないからあれなんだけど、才能だなってちょっと思っちゃったそう、だから私最初このちっちゃい枠の中になんか入れてくじゃない、だから意外と余裕じゃないって思った。でもなんか大きくなっていくにつれて幅がなくなってって、もうどうしよう上に来ちゃったってなってダメだったわかる。そう、ちょっと油断してましただからちょっと頑張って2000点目指そうと思います頑張ってください。頑張りますそれではそろそろ始めましょう。のぞみとゆいのタイニーウィッシュ、最後まで私たちにお付き合いください。アクターズゲート、のぞみとゆいのタイニーウィッシュ。改めましてこんにちは、上坂ゆいです。星川のぞみです。はい、始まりましたけど、私最近アトコスメ東京に行ってきまして、はい、もう女子はね、はい、みんなテンション上がるよね、ディズニーランドみたいな。で、ここで、いろんなコスメがあるんだけど、1階と2階があって、はい、それぞれを気持ちとしては軽く一周してきたんですよ軽くね。そうで、気になるものがあったらちょっと試したりなんかして、で気になったものを買って、でやっただけなつもりなんだけどはいはいはい、1時間半経ってましたいやなんかそんなにって言えない自分がいるんだよね多分ね、なんか男性陣だったらそんなにってなるかもしれないけど、なんかね気にならないよね。わかる。私もアットコスメ東京まだ行ったことないんですけど、本当にさ、ロフトとかプラザ行っただけでちょっとテンション上がるよね。上がるよねでも何見るのが多いですか一番。なんだろう、やっぱなんか最近は韓国コスメ見ることが多いかな。なんか韓国コスメって発色がすごいんだよね。だからもう8色ぐらい、そう8色ぐらいのパレットがあると見ちゃうね。見るよね。で 1色ずつこうやって塗ってって可愛いみたいなこのラメ可愛い、この色可愛いみたいなで重ねて待ってここ行ってみたいなやるよね。やるやるってやってたら大体2時間ぐらいかかっちゃうんですよねいやすごいわかる。なんかね時間本当に経つんだよね。本当その日が何もない日でよかったやっぱりそう後ろに予定があったらねあ押しちゃったってなるよね
だからアイシャドウとかすでにもう3パレットぐらい持ってるけど買っちゃったりするんだよね。私、ビオレドラのごまかしシャドウっていうのを買って、2番なんだけど色は、肌色みたいな感じで、濃くついちゃったり、ニキビとかもコンシーラーとかで隠せなかったところをさらにのせて、でぼかしたりすることができるっていうやつなんだけど、私結構それが気に入ってました。カバー力結構強いの。そうだ、ね、うわーいい、めっちゃいい。でも本当は3番のフィルタークリアが欲しかったんですよ。でも売り切れてて。あ、なんか売り切れのもの多いよね。ビーアイドルのそれ自体がまだ出てそんなに経ってないっていうのもあるのか、なかったんだよね。なんか欲しいのがあるとさ、なんかね、もう新大久保行っちゃおうかなみたいななったりするよね。まだ行ったことないね。でも確かに時間はすごいなんか過ぎちゃうなっていうのはめっちゃわかる。だからその私アニメとか見てると結構時間経つの早いんですけど、その前回ご紹介したあのエトタマあるじゃないですか、見たんですよ。もうねすごかった。語彙力なくなっちゃうんだけど、なんかこの可愛いキャラクターでバトルするのみたいな言ってたじゃないですか。あのね、なんか普通の時とバトルモードでちょっと絵柄変わるんですけど、もうバトルモードの時の絵がすっごく綺麗で、なんかね虹色の鳥居みたいなのが出てくるんですけど、なんかねうわすごい迫力と思って、でねなんかバトルもね結構殴るのよ。結構ねプリキュアみたいな、あらーみたいな。で結構可愛い女の子がグワッて言ってたりしてて、でね5話まで見たんですよ今のところ。3話でちょっと泣きました。もうねこんな展開なのって思ったんだけど、4話で安心するっていう。ちょっと情緒がねここ最近すごい大変だったんですけど、でも面白かったんでぜひ見てみてください。ではここでリスナーの皆さんからいただいたお便りを紹介したいと思います。ありがとうございます。ラジオネームきらめさんからいただきました。はい、のぞみさん、ゆいさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。最近寒暖差が激しい日が続いておりますが、お二人はいかがお過ごしでしょうか。私はラーメンが好きで、いろんなお店を巡って新しいラーメンを探しています。最近は寒くなってきているので、辛い系やニンニクが入っている二郎系のラーメンを食べて歩いています。お二人は好きなラーメンの味やジャンルはありますか。また新しいお店など挑戦してみたりしますか、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆいちゃんラーメン結構食べます？たまにかな。私ね、なんか父親が結構ラーメン好きで、結構連れてかれることが多いですね。なので、なんか味噌ラーメン専門店とかもあって、ここが美味しいんだよって言って連れてかれることが多いんですけど、私、醤油が好きなんです。ゆいちゃんは？塩だね。あー、どっちもスタンダードな。え、じゃあこの二郎系とかさ、食べる？食べたことない。でも挑戦はしてみたい。あ、だよね。私もすごいもやし好きだからちょっと試してみたいなっていうのはあるんだけど、やっぱ一人だとちょっとね挑戦しづらいなっていうのはちょっとだけあるんですよね。女の子の友達でも誘いにくいしね。なんかね、女の子ってちょっと若干ニンニクとか食べるとき結構日をね考えるよね。ちなみに家系は？確かあそこ家系だったかな、わかんない。でも、多分あそこ家系だったと思うから食べたことある。私も家系はあるんですけど、なんだろうね、なんか結構しつこい味なのかなって最初思ってたんですけど、やっぱ食べてみるとそうでもないんだなって思って、だからね。なんだろう、二郎系もそうなんですよ。結構こってり、こうコテコテみたいな、もう食べたらうーってなっちゃうのかなって印象だったんですけど、家系がそうじゃなかったから意外といけるのかなって思ってて、ちょっとね頑張って挑戦してみたいけど。でもなんかこれから挑戦してみたいお店とか、
私あんまり開拓するタイプじゃなくて、うん、あ、はいはいはい、だから全然わかんないな、うん、私もあんまり自分で進んで開拓する派ではないんですけど、結構テレビとか YouTuber さんとかが行ったお店は結構気になっちゃって、わかる、そうそうそう、なんか美味しそうに食べるじゃん、だからちょっと気になったりするんですけど、あのね、世田谷にあるなんか成城製菓さんっていうところがあって、そこがテレビでね紹介されてたんですけど、そのなんか2023年のミシュランの、あの星がついてるわけじゃないんですけど、そこおすすめだよっていうところで載ってて、そこの塩ラーメンがすっごいスープが澄んでて美味しいんだって。でテレビで見てたんだけど本当に美味しそうで、なんかもうロケに行ってたお笑い芸人さんが全部飲んでたで醤油もあったんだけど、最初にスープ飲みすぎちゃって配分間違えたっていうぐらい美味しいらしくて、だからね、そこはね一回行ってみたいなって思ってます。ふとおたに続いてはこちらのコーナーに行ってみましょう、うん、題してタイニーレターズ。こちらのコーナーは私たちが考えたテーマに対して送っていただいた皆さんのお便りをご紹介していくコーナーです。はい、ちなみに現在の募集テーマはあなたの人生を変えたアニメ教えてです。では早速ご紹介しましょう。はい、デレン、はい、ラジオネームわたさんからです。2回目、ありがとうございます。のぞみちゃん、ゆいちゃん、こんにちは。こんにちは。僕の人生が変わったアニメは初代ラブライブです。見始めたのは映画が公開されてた2013年の秋頃だったのでかなり遅かったのですが、話題になってるので見てみたら3話の無観客ライブで号泣。そこから心をわしづかみにされてノンストップで2期まで見て、速攻映画館まで見に行き大号泣。それからライブ、ブルーレイ、ラジオ、フィギュア、アプリゲームなどなど未だに欠かさずにチェックしてます。今までこういう美少女アニメを見たことがなかったので、ラブライブを見てから他の美少女アニメも見るようになりました。だから僕の人生が変わったアニメはラブライブ以外考えられないと思います、とのことです。ありがとうございます。どう、ラブライブの、私この、はい、初代ラブライブしか見たことないんだけど、すごく王女のぞみってキャラクターが、うん、二つ結びのね、もうね、かわいいね、好きだったんですよ。ミミは？私はね、あの星空凛ちゃん、もう凛ちゃんがすっごい可愛くて、で、なんていうの、なんかさ、凛ちゃんって、わかんない、私ショートカットの子が結構好きだったりするんですよ、っていうのもあるし、なんだろうね、なんかもう可愛くて、のぞみちゃんはどんなところが、やっぱ大人っぽいところ、うん、わかる、なんかお姉さんって感じだよね。あの包容力って感じ、好き、なんか私ラブライブは初代も好きなんですけど、結構サンシャインが好きで、で、ま、アクアが好きなんですけど、なんだろう、なんか私ラブライブサンシャインで結構人生変わったなっていう思う部分もあって、その私去年の6月そのラブライブのイベントがあって、それにキャストで出演してたんですよ。で実際にあのアクアのメンバーと同じ生徒になってキャストでやってたんですけど、だからかな、かなり思い入れもあるし元気ももらえたし、それで結構知ってもらえた世の中にっていうのもあるから、結構人生変わったなって思ってて、あんまりサンシャインは見ない、見たことないね。もうね、ぜひ見てほしいです。なんかやっぱミューズって時代を作ったアイドルじゃない、でやっぱりそのサンシャインのチカちゃんはそミューズを見てラブライブに自分も出ようって決めたから、そこのつながりがね結構心にグッと刺さります。で私そのチカちゃんが一番推しなんですけど、なんかそのチカちゃんのその自分には才能がないからこそ努力で補うっていう姿勢がなんかこの業界を目指す上でねすごいモチベーションにつながってて、だからねわかるラブライブはね人生を変えるってすごい、綿さんのこの感じわかるなって今すごい共感してます。だからぜひ見てみて見てみる見て、もう本当に見てほしい
はい、本当和田さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、番組では皆さんからのお便りを募集しています。ふつおたはもちろん番組の感想、私たちに聞いてみたいことなどなど、内容は何でも OK です。さらにタイニーレターズではテーマに関するお便りも募集中。現在のテーマはあなたの人生を変えたアニメを教えてです。皆さんからのたくさんのお便りお待ちしています。アクターズゲート、のぞみとゆいのタイニーウィッシュ。続いてはこちらのコーナー、タイニーチャレンジ。こちらは私たちが声優、ラジオパーソナリティとして一人前になるためにさまざまな企画に挑戦していこうというコーナーです。はい、じゃあ前回はお悩み相談しましたね。しましたね。まあちょっと前回もできるかなって不安だったんですけど、ちょっと今回はここにちらっと見えてるやつ今回の方が私ちょっと不安なんですよね頑張ろう頑張ろう、はい、では今回私たちが挑戦する企画は、ゲストトークさせてください。番組をスタートして早くも4回目、2人でのトークは少しは慣れてきましたが、もっと上達させるにはお互いのトークを引き出す力がもっと必要です。はい、さらに将来私たちが一人前になって自分の番組を持った時に、その番組に素敵なゲストを迎えるかもしれない。そんな時にはゲストからうまくトークを引き出さなければなりません。はい、そこで今回はそんな引き出す力をゲームを通じて特訓してみます。ではルールを説明します。これから制限時間2分でホスト役とゲスト役に分かれてトークをしてもらいます。ただし事前にゲスト役には内緒で、ホスト役にはこのボックスから3つのキーワードを引いてもらいます。制限時間以内にトークの中でホスト側がいかに上手に事前に引いたキーワードをいくつ引き出せるかというゲームに挑戦します。はい、無理やりではなく、あくまでもトークの中で話の流れで上手に引き出せるかがポイントですわーむずいできる？いやできないけど、やるしかないからやるそれでは、はい、早速始めていきましょう。はい、どっちからいや私からやる、いく、箱こっちにあるから、そっか、いける特攻隊長ではまずはこれ、はい、とこれ、あ、結構早い、選ぶのじゃあこれにしよう。はい、まだ見ちゃダメだよまず一つ目はこれです。なに、そしで、二つ目がこちらです。なんかその水出てきたそして、はい、ここは、はい、こちらです。うわぁ、大丈夫かな、ちいかわだOK OK、 あ、明るい世界じゃあ早速始めます。はい、制限時間は2分、トークスタート。星川さんは、はい、何のフルーツが好き？フルーツフルーツ、さくらんぼ。あー、わかる、うん、どうだな、好きな動物とかは？好きな動物は猫とパンダかな。まあ、でも猫好きだもんね。好きだよ。パンダ？うん、好き。あとはなん？なんか、あ、次こっちか。うん、そうだな。うん、なんだろう。うん。あまりお酒飲まないんだよね。そうだね。でも酒のおつまみってどう？うん、さ、私そう、なんかおつまみがないと結構飲めない、うん、お酒単体ちょっと苦手なタイプで結構食べるかな。うん、どんなの？なんかね、私イタリアン系のおつまみが好きで、うん、なんか生ハムとか、うん、チーズとか、うん、なんかサラダとかがあると結構嬉しくて食べちゃう。うん、そっか。うん、フルーツの話もらっていい？いいよ、うん、なん
でもフルーツは何が好き？私はそうだな、ぶどうとかが好きかな。え、その普通のぶどう？だからそのシャインマスカットもさ、言うてぶどうじゃない、シャインマスカットも好きだし、なんか普通のぶどうよりちっちゃい、ような感じのいっぱいついてるやつあるじゃん、これぐらいのやつね。そうそうそう、そういうのも結構好きだったりする。わかる、ちっちゃいのもね、つぶつぶ食べてくのいいよね。なんかケーキだとどんなのが好き？ケーキのフルーツとか乗ってるやつあるじゃん、フルーツ乗ってるやつ。え、なんだろう。でもなんか無難にいちごのショートケーキとか。わかんない、全然こっちが。では先に結果発表しましょう。はい、私が引き出せたキーワードは3つのうち2つでした、そうなの？はい、じゃあ見ていこう。あ、そうなんだ。パンダ？すごい。すごい。ちょっとこれが、あ、え、私結構いい子じゃん。で、引き出せなかったのが、メロン。あ、メロン？あ、メロンか。あ、そうか。スイカゲームの話したらいけなかった。確かにそうだった。そっか、メロンか。え、でもすごい、2つ？なんか逆に私プレッシャーになってきた。次私だよね。頑張りましょう。じゃあ、こちらを、はい、引きたいと思いますわ。では、闇の世界。よし。では、まあ、こういうのはね、もう運命なのでポンポンいきますわ。あー、待って、緊張する。よし、引きました。では私が引いたキーワードは1枚目。これ、あ、なんか言いそうになる。で、2枚目が、これだ。なんで全然頭が真っ白になってる。待って、よいしょ。え、ねえねえねえ。3つ目これな。待って、待ってとか通用しないか。しない。いいよ、光の世界においで。待って、自分が忘れちゃいそう。もう分かってほしい、この感じで。何を弾いたか。ちょっと頑張るわ。よし、じゃあ早速始めます。制限時間は同じく2分。トークスタート。ゆいちゃんさ、なんか前回、前々回かな、言ってたと思うんだけど、寝る、休日を過ごしたいみたいな言ってたけど、結構さ、寝るベッドとかそのシーツとか布団とか枕とかって結構なんていうの、こだわりあったりします？あんまりないかな。どこでも寝られるタイプ。本当？なんかさ、枕が変わったら寝れない人とかいるじゃないですか。どう？私あんまり枕好きじゃなくて。あ、使わないタイプ？使わない。あ、そうなんだ。え、でもさ、なんかそのホテル、ホカンスって、ホカンスって泊まるの？泊まってた。あ、泊まるんだ。え、なんかベッドがあるじゃない？なんかさ、みんなでそのこのベッド私が寝るとかってさ、決める？決める。え、それ何で決める？その時は、一つなんか、スペアみたいなの、あるじゃん。あるあるある。あれを誰にするかっていう。あ、まずそこをね。で、じゃんけんをして。あ、じゃんけんするの。じゃんけんして決める。負けた人がそこに。ああ、なる。その時は、私は勝ちました。ああ、勝ったんだ。で、それで後の2つは、まあどっちがいいっていう話をして、で決めました。ああ、なるほどね。え、じゃあさ、え、ま、なんだろう、私そのホテル。のあのディズニーホテルがねやっぱ好きなんですよ。ちょっといきなり話変えちゃったらあれなんだけど。そう、でもディズニーホテルが好きで、そこからねそのディズニーに行くのが好きなんですけど、ディズニーホテル泊まったことある？ある。あ、ある。どこ泊まった？確かランドホテル。あ、ランドホテル。あのね、白いところ、じゃお城みたいなね、感じなんだよね。あ、じゃあランドに行ったの？そうだね。なんかさ、どんなアトラクションとか行った？結構ホラー系いける？あんまりいけない。あ、本当？どう？あ、
じゃあちょっと結果発表しますか、はい、私が引き出せたキーワードは3つのうち2つでした。はい、ちなみにキーワードなんですけど、ね、1つがこの引き出せなかったやつがお化け屋敷で、引き出せたやつが1つ目じゃんけんで、もう1つ枕です。今日結構枕からのじゃんけんはいい流れだったんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど、結構すんなり、お化け屋敷だけがねすごい難しかったというわけで、うん、ここでお時間が来てしまったということですが、はい、やってみていかがでしたか？なんかね、意外と自分がすんなり誘導されてるんだなっていうのは思ったんですけど、私好きなの聞いただけそう、なんか、ね、自分もねちょっと喋っていいのか分かんなくて、ちょっとでも喋っちゃったんだけど、え、でもね、お化け屋敷だけがねちょっと心残りだな。もうちょっと前置きを短くすればいけたかなってちょっと思っちゃいましたね、うん、苦手なことにも積極的に取り組んだ結果がこれです以上、タイニーチャレンジでした。はい、アクターズゲート、のぞみとゆいのタイニーミッシュ。時間が近づいてきました。改めて番組では皆さんからのメールをたくさんお待ちしております。はい、タイニーレターズではテーマに沿った皆さんからのお便りを募集中。現在のテーマはあなたの人生が変わったアニメ教えてです。その他番組の感想、私たちに聞いてみたいことなど普通歌もお待ちしています。メールアドレスはgate@joqr.net、gate@joqr.net です。そしてここで私たちもがやっていたエア&ディアカデミーからのお知らせです。文化放送が主催するエア&ディアカデミーでは2024年春開校の第37期生を募集中。声優を目指す人は声優&ラジオパーソナリティコース、番組制作スタッフを目指す人はラジオディレクターコースまたは放送作家コース、以上3つのコースで応募を受け付けています。締め切りは2024年1月22日月曜日です。また募集期間中の12月10日には無料体験説明会を開催します。 A&G アカデミーがどんなところなのか、カリキュラムの説明や質疑応答を交えながら知っていただく機会になります。ゲストに声優の伊沢しおりさんをお招きしての特別イベントもありますので、この機会にぜひご参加ください。はい、37期生募集や無料体験説明会について詳しくは A&G アカデミーの公式サイト ag-ag.com をご確認ください。アニメやラジオ業界で活躍したい皆さんからのご応募お待ちしています。以上、 A&G アカデミーからのお知らせでした。はい、それでは今回はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は上坂ゆいと星川のぞみでした。バイバイ。